はい、こんにちは、高田元気です。前の動画でもお知らせしたんですけど、先日 Adobe の公式 YouTube チャンネルで僕の動画が公開されました。そちらではですね、イラストレーター iPad 版でイラストを描く方法を紹介してるんですけど、そちらの内容はですね、結構時間の制約なんかもあってかなり端折った部分があったので、今回はその同じイラストのキャラクターの体とか続きの部分ですね、詳しく描き方を紹介していきたいと思います。はい、描いていきたいと思います。こんな感じの顔をね、描いたんですけど、体を、続きを描いていきたいと思います。で、Adobe の動画でもやったんですけども、グループをダブルタップするとグループ内の編集モードになって、ダブルタップした部分のオブジェクトが選択されます。で、この状態で選択解除しないで、新しく今度シャツとかをペンツールで、過去の動画でデスクトップ版使ってベジェ曲線の書き方やってるんですけど、基本的には一緒ですね。置く、引く、戻す、ちょんとってやれば同じ感覚でできます。置く、引く、戻す。ぜひそのベジェ曲線の描き方、動画見てください。次です。例えばですね、このシャツよりもズボンが背面にあるので、背面にあるズボンをタップして、ズボンが選択されている状態のまま手を描くとかね、するとこういうことですね。そうすると、このシャツのね、背面に最初から行ってくれるんですね。はい、こんな感じで書いていきます。先にペン書きますかね。長方形ツール出して。で、長方形書いたらですね、ペンツールで、まあ、この真ん中あたりにアンカーポイント追加して、ダイレクト選択ツールで引っ張って、こんな感じにします。コーナー丸めて、選択した状態で今度この指を人差し指書いてみたりとかします。で、これで背面消して、これを選択した状態で、また今度こっちが。これも小指から書けば、次の指が勝手に小指に乗ってくれるんで、気をつけてください。で、この場合は、奥の靴を描こうかな。で、これもですね、奥の足の靴が一番背面に来るので、まあ、ちょっと試しにこんな感じで、ね。ちょっとか、本当は足が背面でしたね。すいません。足が背面なので、こうやってやって、で、その上にそっちの足がこう乗って、で、さらにこう靴が乗る足ですね。で、例えばですね、この靴のこの白い部分の角を描くときはシェイプケースで使います。で、やってみますね。例えば今選択している状態で描き始めると、このオブジェクトの上に来るので、こんな風に描いて、選択ツールにして、プライマリータッチショートカットで複数選択して、で、シェイプ形成にして、いらないところをタップすると消えてくれます。こっちもこうですね。で、2つ選択して、シェイプ形成にして、こうですね。こんな感じにしていきます。で、まあ、靴下も一緒ですね。こうして、こうして、シェイプ形成で、いらないところをタップだけです。こっちも、こうですね。そして、こうして、よいしょ、感じになりました。だいたい思い通った形は描けたので、こういう線を入れていきたいと思います。例えばズボンを選んで、この線をですね、適当にこう描きます。ただこのズボンの線と塗りが踏襲されちゃってるので、塗りがあるんですね。塗りをここだけ、なくしてあげます。で、これと同じ感じで、ここもただ これはシャツの裏に隠れちゃってるので出しますね。これを選んだ状態で、こっちもこう、ここですね、こういうところをこの時点で描き足していきます。手とかもですよね。こことかもですね。ここはちょっと線を細くしてもいいし。
はい、それでざっと書いたら、また顔を書いた時と同じようにですね、一回グループ解除ですね、これします。で、パスのアウトラインを作成っていうのをやってあげる。そうすると今この黒い部分も塗りになって、で、この白い塗りと分離してくれるんですね。これを利用して色とか影とかつけていきます。で、全部選択してもう一回グループ化して、でグループ化したものを今度、乗算にまたします。はい。で、色はですね、肌の色とかは選択して、ここでスポイト、こう、みたいな感じでいいと思います。まず、あ、複数ある場合はもうこのダイレクト選択ツールで、複数選択して、で、スポイトにして、ここを取ると。で、ことをやると早いと思います。まずボーンでシャツ選んでつけてましたね。はい。そしたらあとはこの今色つけたところに影をつけていく。例えばこのオレンジのシャツのところを選択して鉛筆ツールで瞳影にしたい感じにオブジェクトを作って、重なっているところを丁寧に描いて、こうもうはみ出すところはぐるっと大きめに描いてですね、で選択ツールにして両方選択してシェイプケースでいらないところをカットして、でもう一回選択ツールに戻してこのプライマリータッチショットカットを押しながら、このシャツの大きい方ですね、影じゃないところをタップして選択解除して影だけ残るので、この色を濃くしてあげる。で、まあ、ちょっと今回は作ってあるのでこんな感じの色でいきたいと思います。ここもこんな感じで描いちゃって OK ですし、ここもですね、ここはもう中に入れちゃえば大丈夫です。こんな感じで影描いていきます。ズボンの茶色い部分ダブルタップして、鉛筆ツールに持ち替えて選択解除しない状態で影のオブジェクト描いてあげます。でもこれではみ出てないので、ここも、はい、感じていきます。よいしょ、今回はこれはみ出して、でこれもここでここでこうですね、そして適当にちょっと黒とシアンを混ぜて作ります。そしてシェイプ形成にしていらないところをタップして、はい、影はだいたいこんな感じだと思うんですけど、ではちょっと靴ひもも描いてみたいと思います。
靴紐はですね、この靴のオレンジの部分を2回タップして同じ色でいいのでこんな感じで描きます。で、今描いたオブジェクトの塗りと線を入れ替えて、で色をまずこう白にしてこんな感じで太くしてですね、あとは丸くする、こんな感じでやると紐が1個できます。で、選択ツールにするとこれをこう移動できるアイコンがあるので、これをセカンダリータッチショートカットを押しながら移動するとコピーになるので、こうするだけです。こっちも一緒ですね、同じ要領で選択して鉛筆ツールとかでパスを作って、これいけるかな。でこれもセカンダリータッチショートカットを押しながらこの移動をすると複製の移動ができます。こんな感じでできます。はい、であとはこの AI というロゴですね、シャツのオレンジを選択したら、まあ、まずこの周りの四角を置きます。よいしょ。で、この時点で色をしたら、ここにさらに鉛筆でまた、この色もオレンジにして、そしたら今度こっちを選択した状態で鉛筆ツールにして、こんな感じで。はい、で一旦これで、この体のですね、グループを選択して乗算を標準にして、こんな感じで体もできました。ぜひやってみてください。はい、以上です。はい、以上アーティストに学ぶという動画で描いたイラストの、まあ、続きといいますか、省略した部分の描き方を詳しく説明してみましたけど、いかがでしたでしょうか。今後も、まあ、イラストレーターのデスクトップ版だけじゃなくて、この iPad 版も使っていろんなイラストの描き方やっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただければ嬉しいです。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。